淡路市で放置状態となっていた巨大観音像が2022年度までに解体撤去されることが決まりました。解体撤去されることになったのは、淡路市釜口にある高さおよそ100メートルの世界平和大観音像です。この観音像は1983年に完成しましたが、所有する淡路市の男性や相続した家族も亡くなったことで、2006年から所有者不在のまま放置され、老朽化が進み、地元住民から不安の声が上がっていました。民法の規定に基づき先月国の所有となり、財務省近畿財務局は建物の老朽化などを理由に2022年度までに解体撤去すると発表しました。更地にした後売却を目指していて、淡路市などにも働きかけているということです。